レセルピンとは、アドレナリン作動性ニューロン遮断薬の一つ。シナプス症候へのカテコールアミンやセロトニンの取り込みを抑制し、その結果、これらがシナプス症候内において枯渇することによって作用する。精神安定剤、血圧降下剤として用いられる。レセルピンは、標的組織へ分布してから消失するまでの時間が短いにもかかわらず、効果が長く続く。このような効果を、ひき逃げ効果と呼ぶ。ノルアドレナリン神経におけるレセルピンの作用基準。1952年に千葉社でインド蛇木から発見され、その学名ラウオルフィアセルペンティナイネからレセルピンと名付けられた。適用は高血圧症、フェノチア人系薬物の使用困難な統合失調症などである。1954年に精神科の薬として実用化され、ほぼ同時に発見されたクロルプロマジンとともに、精神科病院の閉鎖病棟を開放する大きな要因となった。現在は口述の副作用、重篤なうつ状態の出現があるために、それを避け、臨床で処方されることがほとんどないのが現状である。適用外だが、レセルピンは抗うつ薬としても効果がある。向精神病薬でもあるレセルピンの服用後に一部の患者で見られる抑うつ症状は衰退外路症状のアキネジアであると解釈されることがある。うつ病ではない高血圧症患者が服用しても抑うつ症状や自殺などの副作用は同様に起こる。レセルピンの作用基準は症法モノアミン輸送体の阻害であり、モノアミン枯渇剤である。すなわち、症候体にノルアドレナリンが取り込まれるのを阻害することで、神経終末においてノルアドレナリンが減少し、鎮静作用、血圧の下降、心拍数の減少、瞳孔の縮小、体温の下降などの諸反応が起こるというものであるが、その後の研究でレセルピンを投薬すると、ノルアドレナリンだけでなく、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の量が同時に減少したり、副腎皮質刺激ホルモンとコルチコステロンの血中レベルを上昇させる。また、ストレスによる下垂体前葉からのアクス分泌をレセルピンが抑制することが分かっているが、これは上流にある視床下部のモノアミンの枯渇が原因とされている。うつ病患者や自殺企図を持った者への投薬は禁忌とされるほか、妊娠中や胃潰瘍があるなどの場合も、この薬は適さない。適切な量で用いない場合は、パーキンソン症候群などの副作用のリスクもあり、少量より開始するなど投薬後の患者の状態に十分注意する必要があるため、現在では血圧降下剤としての用途が中心である。一方でこの薬の強力な作用を生かして適用外ではあるが、抗ヒスタミン薬やステロイドでも改善しない、ジンマシンの重症例に対して、レセルピンを追加すると効果が上がるケースがあるという報告がある。副作用の抑うつ状態のメカニズムを解析する過程で脳内の神経伝達物質の減少が報告され、ノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミンが発見された。これらの化学構造式がメスカリンや LSD-25 といった幻覚を起こす物質に似ていたので、これらなどの神経伝達物質の異常な代謝により多くの問題をきたすという仮説が立てられた。しかし、抗うつ薬が脳内のシナプス間隙におけるこれらのモノアミンレベルを急速に上げるのにもかかわらず、抗うつ作用の発現に2週間以上の時間を要することから否定的な見解も多い。このことから現在仮説の域を出ることはできないものの、臨床での患者への説明ではこの仮説を使って説明されることが多い。また、このレセルピンを動物に投与して作成するレセルピンモデルは世界初のうつ病モデルとして有名である。ありがとうございます。